さんとかで落とすの冠落としって言います。で、これを立てるわけです。で、立ち上がった時にこのスリッペンの人もこれを打ちつけるわけです。をしてこれから図面を落として、なんだ？まあまあ確かに。<笑>
はい、ここで大事な注意事項。この棒を持たないでください。万が一外れた場合は、首が吹っ飛ぶレベルのこの重い蓋がに襲われます。持ちたくなるもんな。持ちたくなる。そこに作ったのが最初だけど、やはり別荘に対して似てます。で、壁の中入ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。